でかい。よし。よっしゃ。来たよ。マイクもう一回。いやいや、しょうがない。今練習練習。おはようございます。おはようございます。ですね、今は千葉県にいます。遠いところまで何を狙いに来たんですか？今日はシーバスを狙おうと思いましてですね。はい。で、見てください、こちら。すごい、バースデー。今日はバースデーさんから、呼んでいただきましてですね、こちらのルアーを使ってシーバスを釣ろうじゃないかという作戦でございますけど、はいはいはい、ここら辺よく使う、これいいね、これ めっちゃ使う、これ好き、うん、そうね、もう名作名作で、ルアーはとりあえずこんなもんで、うん、あ、そうなの？とりあえず、なるほどなるほど、ルアーはこんなもんで、そんな一気に見せませんよ。まあ、てことで、まあ、やっていこうかなと思うんですけど、はい、結構煽るんで、煽ってくるんで、バスバチ、いや、お前何やってんの、船長煽ってくる、船長バチバチ煽ってくるんで、皆さん、船長さんが今日はイケイケの方なんで、でも、さっき ご挨拶したんですけど、めっちゃいい人だった、あ、面白いよ、ね、面白い、あのコメント欄優しく、もううちらが先に釣って煽っちゃおう、そうしよう、その息やね、うん、私たちが先に煽ってやろう、うん、その息やね、はい、はい、まだちょっとごめん、悩んでる、ちょっとなかなかにゆっくりですね、手こずってる、ごめんごめんごめん、どんちゃんついとるじゃん、はい、もうしっかりしっかりこちら寺田さん推しのルアーがついておりますよ、ついとるじゃん、そうですよ、かん、ちょっと待って、急ぐわ、シーバスって赤金好きよね、赤金いいですよね、おー、この定番レッドヘッドもちょっと分かる、それね、ちょっと思ったよ、レッドヘッドもど定番だよね、赤金にしよう、お、準備できました？ごめんね、よかった、行こうね、じゃあ日焼け止めちょっと持ってきます、行こう行こう、はい、行こう行こう、入れすぎやな、箸、崩れそうで、すごい気にしてた、ここに一度立ち込んだら二度とは戻れないだろう。戻れないだろう。船の墓場だ。ここは船の墓場だ。船の墓場だ。ここは船の墓場。ここに来るな。帰れー。ここから帰れー。帰れー。帰れー。ということで、船長の岡ちゃんです。岡ちゃん。岡ちゃんさん。よろしくお願いします。おー、岡です。お願いします。今日いっぱい釣ってくださいよ。お願いします。あのね、そうそうそう。網あるでしょ、網。はい。網2本、常に積んであるんですよ。はい、ここに積んであります。でも今日は、アンコーズ。アンコーズ、言われてない。アンコアワーズ。アンコアワーズさんね、あの入れ食いになっちゃうって聞いてたんで。はい。網3本持ってきてるから積んであるからね、いやー、岡ちゃんが足りないと、そう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 、岡ちゃん、岡ちゃんさん、もしかしたら、もしかしたら足らんかもしれんな、本当に言ってね、今やってみましょう、やってみましょう、やりましょう、やりましょう、最初は、店長からのアドバイスで、はい、上からまあ、はい、もう巻いてこいと、はい、で、徐々に下に行けと、はい、いうことなんで、このミノーから始めたいと思います、はい、あんな、あそこやるところ投げるんだな、はい、こんな感じで、もうキワキワに、もうこっから投げるの、うん、やっぱちょっとバックラ直ってなかった、さっきしっかりバックラしてたよ、あ、あのさっきずっとバックラしてたんですよ、最初から、おあ、すごい手にね、やっぱブルブルこう、おで、ボブリングしてるような感じが伝わってくる、あ、すごい、あ、じゃあもう一回行くよ、行くよ、うん、見てください、おー、ブリブリしてる、ブリブリしてる、ブリブリしてる、あ、うまい、だってちょっと慣れれば、あるじゃん、行くよ、はい、これね、はい、こうね、はい、こうね、そうですよ、行くよ、はい、せーの、おー、いい感じ、いい感じ、なんか失敗するかなって思ったな、大切なルアーはなくさん、私もこっちいいよ、どんちゃんそこでやんな、いいね、ちょっと沈めたいの、これは投げて待ったら沈むの？なんでそのあれやね、こんちゃん着水して
待ってるとこう沈んでいくので、天井自由自在にね、いけるので、おちょっと当たりがないなと思ったら、深く沈めて、そうですね、これぐらいの巻きスピードが今日は反応いいのか、もっとゆっくり巻いた方が反応いいのか。あ、自分の中でね、あ、同じルアーでも釣れ方が変わったりする。かぶってくるのね、そこら辺パターンがあるんですね。なるほど、もうカポで巻いて当たんないからいないとかじゃないんだ。そうだね、大事なことは、来た、ナイス。いける？いいよいいよいいよ、新品だって言っちゃうもんか。よっしゃー、早い早い。あ、先生ありがとうございます。東京湾のシーバスだね。はい、これありがとうございます。はい、もう今船長の言った通り、はい、ちょっと巻きスピード遅くしたの。ゆっくり沈めて、そしたら食った。おお。だってあそこ何回も通しとったもん俺。そうですね。うん。ばっくり。見て、このざっくり今ハーモニカやったもんね。はい。うわあ、すごい。これね。めっちゃ綺麗。うわあ、嬉しい。嬉しいな。うわ、いいな、やりたいもん。いいな。あのね、レンジミノ。うん。トロ巻き。トロ巻きでめっちゃ動く。トロ巻きのアクション最強やった。マジで？うん。スローだった。スローやった。いいな。イエイイエイイエイ。はい、では、次まるちゃんに交代です。はい、やってみます。まるちゃんは何投げるんですか？レンジミノ。お、はい。8.8g です。ちょっと忘れたな。やってて、やってて、はい。なるほど。だいぶトロ巻きか。そう。お、あ、まるちゃんうまいな。あ、うわ、いっちゃうぞ。まるちゃんうまいな。いっちゃうぞ。のんちゃんもうまいよ。のんちゃんど。あ、のんちゃんうまい。いいな。うまいもん。このコースいいぞ。このストラクチャー中で大事なところって、そのストラクチャーよりもね、奥に投げたくなる。シーバスがついているであろう障害物の奥から、巻いてくると。ごめん、ちょっと噛んじゃった。なるほど。巻いてくるといいですよって。移動してきましたよ。移動してきました。また今日橋脚やね。あ、ちょっとこれは難易度高くなりました。皆さん、橋脚です。間に通せばいい。大きいのいる。大きいのいる。大きいのいるって。さあ、大きいのいる合図が出ました。すげー、ここ。あー、うまいなー、まるちゃんキャスト。じゃーん、やめよう。うまいね。まるちゃん、もう一回キャストしに。もう一回やった。すごいよ。あははは、ほんまに弱い。ちょっと忘れたけど、ほんまに弱いぞ。だからあった。さすが。あははは、ちゃん今見ましたよ。ど真ん中にね、そこにね、ポーンと入ってた。そう、ジャスト狙おうと思ったら頑張りすぎました。ジャストに入っちゃったんだよね。ジャストに入りすぎちゃった。入らんと思ったら入っちゃったでしょ。そう、あそこらへんって思ったらジャストで入っちゃったよ。今しくった。キャスト上手すぎたと思って。ついてるかな。これはね、もう真上にあります。ある、大丈夫。あー、あるね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これはさすがに超えれん壁だな。あの中を、おー、うまい。あ、うまい、いった。まるちゃんいった。これは出るぞ。これは出るでしょ。これ出るでしょ。これは出るでしょ。出るでしょ。出なーい。出なーい。こういうもんです。でかい、でかい。めっちゃでかい。アンカーがでかい。危なかった。一応後ろ見てる。すごいな、とって。すげー、ここ見て、このシチュエーション。あ、すごい、やばくない。うわ、これいそう。すげー、やばい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 。待って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 、はしご。これ今って水深どのぐらいなんですか。7.5m です。レンジバイブの 70ES。 70ES これ使ってきます。はい、この形はよく使います。私もいいよね。レンジバイブグレみたいな面してる、かわいい。まだヤックンね、それ使ってないからチャンス。お、チャンス。まだ周り使ってないやつはチャンス。いっちゃおう。
狙いやすい。いいとこ今。重さがあってね。ちょうどいい。狙いやすいです。すごい。赤ちゃん当たらん。当たりません。移動。はい、場所移動をさらにしてきましたよ。ということで、これは釣れるだろう。釣れそうっす。めっちゃ見てください、これも。これシーバスのマンション、これ。これ奥に入れれば勝ちですよね。そうですよ。じゃ早速インターホンをしていきたいと思います。安っぽい。安っぽい。インターホン。奥に入れてください。はい、奥に入れましょう。安っぽいな。うまいうまい。マリちゃんうまいぞ。くー。くー。来ない。くー。どんちゃんもいいとこ入ってる。どんどんどん、いいポイント、いいポイント、いいっすよ。あそこ、あの間、あの間、くそ、あの間、あそこおるぞ。じゃあ、マイク、もう一回。いやいや、しょうがない、今練習練習。もう一回行くよ。おお、いったすげえ。めっちゃ綺麗に入った。入ったな。綺麗に入った。綺麗に入った、あとは当たるだけ。あ、当たらない、当たらないぞ。お母ちゃん。お母ちゃん関係ないやろ。おかしいな。釣れますよね。100%釣らせるって言ったよね。船長のせい。テラちゃん、ルアーバセさん、ルアー船長操船で、コメント欄でイメイラだよって。お前の腕だよ、イメイラの腕だよ。あ、そう、あれ魚死んでるんじゃない？あれ引っ掛けよう。お、引っ掛けよう。出た、引っ掛けよう。あれ魚でしょ？魚っすね。あれを狙っていく。どんちゃん、あれ引っ掛けて釣ったぞでいいの？それで本当にいいのかい？どう、それでいいのか？ゼロ。あ、良さそうだぞ。あー、美味しいな。船長、あれだって、あれ。お母ちゃん、あれ。ですよね。そうですよね。ああ、いいところ。でもここね、ここのポイント、うん、一個もう一丁。あっ、オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ。ああ、残念残念。だから投げるタイミングも重要だよね。普段無理して投げるんじゃなくて、ちょっと待って、うん、投げやすくなった時投げるみたいな。ああ、なるほど。プロみたいなこと、まるちゃんが言ってる。なんかね、まるちゃんプロみたいなこと言いやすいんですよ。いいでしょ、言っても。時折ね、もうプロになっちゃうんですよ。マリアプロに。おお、来た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 。おおおおおお、来た来た。おお、おかちゃん。ちゃんと釣るよ。おかちゃん。もうちょっと頑張んないと。上に持ったよ。初対面。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も教えてください。ベルマークもお願いします。言わないのおすすめの動画もね、こちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないよ。言う。